はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりにヴィーナス11ビビットをやっていきましょう。百式ゆりなんかプロデュースされてるみたいですね。手丸アイドルウォーズ一体どうなってしまうのだろうか。超ヴィーナス伝説アイドルウォーズ開幕ですというわけですね。今回が大森京子コラボ記念。大森京子というのが加わってみたいです。23日水曜日、本日、実は22日なんで明日ですか。ヴィーナス11ビースト、これはもう終わっている。水復刻スタウトっていうのもやるみたいですね。これはこんな感じの選手が獲得できる。星5もありますね。でコラボピエンピッパック優勝のものですね。イベント特攻選手25日アーチェ杯というイベントが開催されます。その有効選手がイベントスカウトで先行登場ということで、なんかさっき出てきましたね。今もなるほど、これが大森京子ですね。アイドルですね。アイドルかという感じですね。さあ選手は遠征から帰ってきましたとなってます。チームを見ていきましょう。まあ、特に遠征やれる効果っていうのは少ないんですが、ヴィーナスハントカンパスで購入できる複製パックなんかもあるみたいですね。体力数量に限定があるみたいです。レベルいい本はなそんなにでもお金が有り余ってますからね。古い買ってもいいと思います。まあ、お金はあんまり貯めてもいいが意味がないんで、買えるだけ買いましょう。そうするとまたなんかいろいろもらえますんで。で、そしてプレゼントを受け取ります。ご覧の通り。さあ。ミキさん5 成功し、大成功ということで、ストライカーレベル4とイチゴライフが22個もらいました。ということで、ご覧の通りのブロックサンダーなんか獲得できるんですね。さて、今回無償が4338あります。イベント特攻衣装というのがあるんで、これをやってみるといいかもしれないですね。スカウトビビットスカウトスペシャルで、あと優勝の4戦でスカウトもできます。レアリティも上げていこうっていうわけですね。全ての選手が星7 Sビーナスまでリアリティアップできますよということで、まあ、道は遠いんですが、そういう風に星4とか5を取ってそれをパワーアップしていくのもいいかもしれないです。さあ、10回スタートやりましょう。イベント特攻衣装イベントスカウト10回です。私に任せなさい。飛びコーン。目立つ選手はないか。結構目立つんだったら。おっと、色が変わった。大森京子じゃないの？違いますか。もうドリームチケットが10個もらいましたね。え？チケット交換できんの？育てていきますかな。その試合、おっとヴィーナスイレブンビースト2、ただこれ終了なんですよね。通常リーグはどうだろう。1試合だけはやっておきたいよね。ということで今8部ですか、ローカルリーグ今3勝挙げてますね。行ってみましょう。この選手はどこのポジションなの？なるほど、後ろなんですけど、こんな感じかな。状態を見た方がいいですね。すごいいい状態の選手が1人います。置いてみましょう。状態も見ないとね。さあ。さあ、これで試合をやってみましょう。セミオート。負ける気が一切いたしません。このゲームの弱点はやっぱり選手を育てるとか、結構いろいろ先ほどパスとかシュートとか選んだりするのが時間かかってしまうというのが難点なんですよね。ルミサイクル早くも来た。得点を奪いました。あと結構試合がもうちょっと変化あってもいいかなっていう気はします。さあエミリー、またルミあんまりルミサイクロン、今度はサイクロンです。またルミだ。イノセントドリブル、またイノセントドリブル。2人のスタミナがダウンしてます。さあ後半戦開始。さあスキルを強化やめました。取りますね。シュート、普通のシュートでした。さあ奪いましたよ。もうスキル強化してみましょう。見事勝利です。ああ勝利ですね。おや、兄ちゃん男の子？とほほ。強化喪失か、びっくりした。残念。ゆかちゃん。育成をしてみましょう。リアリティで並べてみます。そうすると紬がイベントじゃない特訓ですね。つぐみ、リアリーポイントを次々やっていきましょう。Sヴィーナスを回復さめようってはあってますね。でも Sヴィーナス回復はししても意味がないみたいです。欠点が上限がアップできるんですね。好感度もアップします。好感度上げてもね、この人はどんな人なんでしょうね。ゴールは友達。いろんな選手がいますよね。いいね。でしょ？キャリティを上げていきたいですね。キャリティポイントが意外と上がらない。さっきの園児に好感度を上げるプレゼントをあげましょう。与えましょう。で、シナリオモードです。園児、考え事をしてるみたいです。打ち込みようか。よし。相談。振り上げたい。お前、やったなきゃダメよね。多方面にね。確かに。よし。頼りにしてるよ。聞いてみるといいと思う。あ、疑ってる。とりゃ。あちゃ。とにかく勝ち目作れるチーム。勝ちたいんや。ダメでした。お金もゲットです。まあ全部クリアしていくのがいいです。選択肢はもうこれしかないですね。いい感じね。親睦。よし。ありがたい。任せておいて。よし。これ固まった。やりたいですね。さあ、親善イベントをさらにやります。お、援助も結構いいですね。うん。あらら。甘い。変わった。イベンター魂。エンジュが好きなことをしてみるといい。お？よし、いくでー。ビデオカメラ片手。どういうこと？頼りにしてるんだから。いくよ。やった。あなたの本気見せて。やった頼りにしてるよ。よい関係。みんなスイーホのスキルがなんだろう。さらにオールオッケーということで。経験豊か。よしすごいな、この学校。やった。組み合わせが何持ってんだろう、ロボ。おりゃ。石やりかな。ちょっと。かなり。やった。不思議であります。わあ。そんなのってあり。さあ、特訓をしましょう。特訓開始じゃ。ちょっと。衣装がありますね。なんかお、福娘のご奉仕スタイル、なんか動きがあるみたい。おー、変身した。こういう感じなんですね。さんなんかもらえそうです。最後にもう一回だけ試合やりましょうか。火曜日はシュート特訓杯だということで、中級のエキシビジョンやるか。これは対戦相手かな。対戦相手ですね。さあ、状態がいいですね。さあ、試合開始です。試合の後は。普通のシュートでも入っちゃうんですよね。ほんでスキルを使う必要がない。超えた。またシュート2本目。やっぱりスキルはここぞっていう時に使っていきたいですね。前半戦終了です。まだですね、後半戦いきましょう。取った。さあ、メロディーパス。前でして、エンジュ。さっき鍛えたエンジュが強くなってます。見事勝利です。勝ちましたね。ポイントみたいですね。エキシジョンビジョンポイント。やるっビートボード行ってみましょう。経営ってなんだろう。でも一方で70万で施設拡張できるみたいですね。スタッフワークでいろいろよくできるみたいですが、正直何がいいのかわからないです。選手を強くした方がいいですね。これをやるぐらいならば。シナリオがありますね。お。え？このようにでもポイントの数がなんか多すぎる気はするんですよね。交換所もあります。ゲームチケットとゲームチケットしか交換できないんだ。はい。というわけで、この、大森京子コラボっていうのを楽しみにしておきたいと思います。引き続き、ヴィーナス11ビュイットを進めていきたいと思います。はい、以上。はい、というわけで、以上になります。ご視聴いただき、ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。